みんな最近この時間帯の配信もめっちゃ多いですよね。今日も夜遅くですけども、50分まで配信します。11時50分まで。イエーイ。こんばんは。みんなは何してましたか？今日金曜日じゃない？そういえば金曜日か。今日はお疲れ。今週も仕事をさっき帰宅した。お疲れ様ですお疲れ様です。いいですね。シュープルのアンケート出しといてよ。おー、嬉しいですやったー。いいですね。今日もお疲れ様です。まだ仕事中です。本当にイエーイオフショットね、ツイッターに載っけたので。見てください。見たか。みんなもう見たよねもう見たか。さすがに Twitter 見てください。明日はインスタに載せようかなイエーイ。今日まだ寝れない。まあもう、まあまあまあ、もうすぐ寝れる今日中には寝れないけど、まあ早く寝ようと思います。次はどんなグラビアしたいの？でも今回のシュープレさん、本当にいろんな水着着せていただいて、たくさん撮っていただいて、たくさん載せていただいたのでね、なんだろうな、なんですかね、今回結構いろんな撮影した気がする。わかんないけど、でも水着に限らずいろんな、私は雑誌に、いろんな雑誌に載るっていうのが目標なので、そうですね、何でも ありがとうございますいいね、わかる。なんか沖縄とかわかる、そういうとこで撮影めっちゃ憧れる。いつかしてみたいな。海いいな。海で撮影してみたい。私の夢、海で撮影をする夢です。
冬の海やば冬の海でもいいですよ。真夏もギンギンに焼けちゃいそうだね。おりゃ焼きやすいからな、超日焼け止め塗らなきゃじゃん。沖縄の海に行ってみる。あ、行ったことありますよ、3歳くらいの時3歳何歳か分かんないけど、すっごい赤ちゃんの時に、もう記憶ないんですけど写真を見たんですよ。沖縄の海、浮き輪の浮き輪にプカプカ浮かんでる写真。それ以来沖縄の海に行ったことがないから、多分沖縄行きたい。3歳くらい、うん、だったと思う。え、もっと、いや3歳くらいだと思うな スキーウェア着てみたいんですよ。今年の冬ね、もう夏ぐらいから今年の冬は絶対スノボ行こうみたいな友達と話してたんですけど、行けなかったからな。スノボしたい。スキーウェアでも着るだけでも着てみたい。福岡海水浴どこ行くの？私福岡の海行ったことがないんだよね。海水浴に行ったことがない。福岡したことないんです。ゲレンデマジックあでもそれこそ今年、来年になるけど成人式だけど、あ、めっちゃ話一気に変わるかな、そんなことないかあ夢見るで、確かに夢見るで、なんかね、確かに雑誌乗るとかすごい夢ですね。いいね、夢見るでグラビアしたいな。もう何でもいいんで、何でもいいんで。あとは20日の水着を。あとは20日の水着を。でも水着以外だったら、和服とか似合いそうだねってよく言われるから、着物とか袴とか。てかゆうなちゃんのやつめっちゃ可愛かったね突然今日発売された。うん、ね、服好きだからな、着物とか着るのすごい好きだから。本当にその撮影のお仕事とかすごい好きだから、いっぱいできたらいいなっていう夢です私の。イエイイエイ。
私はコンサートまでに美容室行けるかな、まだわかんないですね。私は髪を切れるのか、いいね、3人で浴衣いいね。確かに浴衣で動画とかも撮りたいな。いいですね、いいですね。切るというか整えたい、軽くしたい。ちょっともう3ヶ月くらい行ってないので美容室に。長さはそんな切らないけど、全体的に軽くしたいなーって。ウルフにしよっかな毎日髪型超調べまくってる。髪型難民、バッサリ切りたいですけど。3人で相撲は、え、ぜひ、え、それな、え、確かにそれな。前髪マジ長いの、やばい。ちょっと巻きなさいよって感じなんですけど、ちょっとひたすら触ってるからやめるわ超ひたすら触ってる前髪。そう、長いんですよ、めっちゃ伸びてる。いやでも一般的にそう巻いてないからすごい長ってなるんだけど、ちょっとじゃあこれを今からしますね。前髪からこれをすることによって一気にオフ感が出る。近所にこんな人いるやめなさい、こんな人いる、本当に面白いね。え、白くねえ、吉田白くね。いる、私もこれでコンビニ行こうかな、その辺の。え、脳加工しよっかな。ちょっとガチすっぴん、マジリップしかしてないです、本気で。いかん、マジちゃんと毎回さ配信のためにメイクとかほんとしたいんですけど、明るさ、ああすごいすごい、画質がちょっと、ね、うわっ、トゥルントゥルン、おお、リセットじゅんあうんうん、これですっぴんも怖くない。ちょっとこれでいきます。すごいなんかふわふわしてる、あすごい、めっちゃいいですね。すっぴんでーすとか言いながら超加工全開ちょっとやめときます。あれどうやってする、いやいいですよねこんな現実。87日目こっちですね、じゃーん。え、めっちゃ楽なんだけど今日超楽なんだけど、じゃーん。あ、ちょっとこれ外します。おお巻きましたよ、巻きました。このちょっともう一時の
あれですけど、あ、なんかすごい変じゃね変じゃね。87日目、じゃーん、アディダスアディダスをマークをすごいアピールしてみたい87日目です。じゃ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 ーん、ありがとうございます。明日の88日はこれですよ8888で88です。まだ全然いきますね、今日87ん7すごいですね、87日も続いてる、すごいですね、素晴らしいありがとうございます、本当にほんまにありがとうね、ほんまにありがとうやで、バリありがとう、バリありがとう、関西弁が3桁までいけるといいなっていうふうに思ってますけど、どうですか、多分、あ、まあ、はい、頑張ります、できる限り大阪弁全然違う、本当？ほんまにありがとうな、なんか京都弁みたいな、ありがとうな、ほんまありがとうや、ほんまありがとう、ほんまありがとうか、ほんまありがとう、いいな、関西弁めっちゃ憧れます、博多弁はほんまにゃ、ほんまありがとう、博多弁にするとない、え、本当にありがとうですよ、本当に本当にありがとうでしょ、本当にありがとうってそのままそのままな気がする、本当ありがとう、マジありがとう、なんやろ、なんですかね、ガチありがとうのバリは違うんですよね、とてもだから、本当ありがとう、そのままですね、本当うん、そのままですね、うん、いえ、空のめっちゃ宮崎の空のが一番なまってると思います、アイドルの中で、あ、それは違うか、 AKB の中で一番なまってる人、そらの、本当に、うん、可愛いですよね、イントネーションがめっちゃ宮崎って感じだ、とっても可愛いと思います、8メンバーも昔はあんなだったのかな、みんな、私そんな時期全くなかった気がする、ずっとこういう場では標準語、こんなコツありがとう、こんなコツはねうーん、親とかは使いますけど、え、どういう意味だろう、でも本当にじゃないんだよね、こんなコツかみたいなな気がする、全く自分は使わないんですけど、
どんな意味だろう。待って、意味なんか分かんなくなってきた。こんな靴親とか使うけどね、こんな靴かみたいな、ほんとねみたいな意味です多分。どうかな使ったことない。こんな靴本当にみたいな、こんな靴かやん、あ、こんな靴かやんって言われますね。あれってこのお茶めっちゃ美味しいらしいよって言ったら、こんな靴かやんって、嘘やんみたいな感じ。難しいね難しいね。私は使ったことないですけど、こんな靴かやん、そぎゃんこつとか言わないですね。コツそぎゃんこつ、そぎゃんこつ言わんすごい超なまり。コツ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 。あ、時間経つの早すぎ。もう55分だ。終わらなきゃ。早っ、マジ早っ。イエーイ、ありがとうございました。すごい、ギフト一回も読んでなかったんだけど、超忘れてるやん私みんなありがとう。はやちゃんさん、たやとしさん、たけちゃんまんさん、関西えとしさん、森さん、ルカさん、ムーチンさん、ひがさん、まさやさん、レンポサランさん、あきふみさん、みんなありがとう。オニオンナイトさん、ありがとう。じゃあね、ランキングを読みますよ。13位のしーさん、ありがとうございます。12位関西栄東氏さん、ありがとうございます。11位森さん、ありがとうございます。10位ルカさん、ありがとうございます。9位ヒガさん、ありがとうございます。8位タートシさん、ありがとうございます。7位ヒデジロさん、ありがとうございます6位マサヤさん、ありがとうございます。5位カレンのおでこチュッチュさん、そのこの名前変えましょう、ありがとうございますあー変えましょう4位ジャーリングさん、ありがとうございます。3位幻さん、ありがとうございます。2位ボクレンパサランさん、ありがとうございます。1位ハヤちゃんさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございました。ありがとう、また明日、おやすみなさい。じゃあね、バイバーイ。